こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才セカンド作成、左投げ右打ちのセカンド、フォームはヤーベン、好きな球団は小枯らしくんからいぶし銀狙いで広島で行きたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。なかなかのロマン166。セカンドでは珍しいパワー C ですね。いいですね。で、守備も補給もなかなかなので OK。だが、ミートが低いと。はい。補給、あ、サンキュー。ね、回復がここにあるならば、先に、ね、こっち周りで取っておく。いやー、ハテナね、これ。でも行くか。このハテナは行く価値あるな。なので、まあ、こっち。矢部くんだね、それね。青がなくなる！俺の友達、青マス。矢部くん、サンキュー。ヘッスラもらえないか。で、また補給と。はい、ステージ終了。うん。初期値良かっただけにね、伸びてないですね。ステージ2。いやー、赤いよ、赤いよ。周一さんがびっくりする。オール D の子。おー、いい金徳持ってるじゃないの。まあでもね、金徳はね、もらえないので、仕方ないので、介護官でもね、もらっておきましょうか。せい。さあ、何くれる？かくらん。おー。さあ、しっかりと、取って取って。はい。いやー、強い。あー、強い。それよ、それよ。あー、これはもうしょうがないか。こう言って、シャッフルしたくないもんね。回復か？守備。あ、でもいい感じに伸びてるね。伸びてる伸びてる。ここで最後は回復だ。サンキュー宣言通りで満タンゴール。正直あまり伸びておりません。それでもここから伸びるイコール、うん、動画化になるということは伸びるということですね。うん、ここではいと。ナイス。でも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 止まる。もうこれはもうこうだよね。あー、やっぱそうだよね。上からしかゴールいけないから、選手を取りに行くならというと、ルートはちょっとね。ナイスパワー。お、ゴリゴリオくんですね。ゴリゴリオくんだ。はい。赤をなくす。ナイス。輝け。補給。また補給。ハテナマスでの補給多いね。あー、来てしまった。やってしまったようだ。カレンさんがちょっと怖いけど、これで団体地区をもらうと。団体地区の弾道プラに、サンキュー。で、これはちょっとこの辺取っときたいな。帰れるか ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。帰れないじゃない。それやっちまったね。ヒーリング、ヒーリング、ヒーリング。まあ、これでもう帰れるんだけどね。1,2,3,4,5,6,7,8 と。帰れるんだけども、ここね、最後取り残したことが、心残りと。待って、ヒーリング持ってる？今、さっき動いてた。ハテナマスじゃんって、ムジマス踏んだとき。そんな飾りはいらないんですよ。飾りのヒーリングなんてね、お荷物なんでね。ごめん、嘘嘘嘘。ごめん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 って。しょい。あー、次6個ないって思うとこの動きでいいんだけど。うわ、なんで止まったの？反省分解でこいって。わー、これ生きてえね。いや、2か、2か、それはひどい。ミート、サンキュー。あ、でもこれパワーあとゴリゴリにすれば、きっと、サンキュー。これあるよ、あるよ、あるよ。ナイス。あ、もうこれ絶対会えるから、これ絶対会えるんで、あざます。女の子は優しくハグしていく。いいセカンドで、いいセカ。なぜこの辺が赤くなった？赤く染まったんだ。秀一さんもびっくりしてるぞ。あ、まあ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 、ここ行って。ナイス。ああ、ガンダこれ来るね。ミート強化。ああ、まあまあまあ、ミート強化悪くはないんだけど、正直ね、欲しいかって言ったら、うん。ナイス守備。パワーが、S まで抜けて、ミート C、弾道4。その方がね、ホームランは打ってくれる確率上がるんで、ミートが高いほど、ね、逆にホームラン数ってね、減るんですよね。今のバランスがちょうどいい。さあ、ラスト。ナイス。箱が1個か。カミッテルさん。
カミッテルさんね、あの威圧感なくなってしまったのがね、やっぱ寂しいっすよね。1、3、どこだい、初手ロックやめろよ。うわー、なかなかの場所。まあ、宝箱がナイスお仕事してる。うわー、2、やばいねこれね。絶対に左か上しか来ないね、こっち選手いるから。そうなると、お、いや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 、そうだよな、そうだよな、やめてやめてやめて、くんなくんなくんな、ラインをずらしてくれ。あー、くっそ、やっちまった、これはやっちまいましたね。とりあえず、え、やべやべ、なんで今俺左行ったの、左じゃない右来たの。いや、宝箱ここにあったことによって、カレンがここ、自分がここで一本道が出来上がってたのに、何をやった、何をやらかした。あぶねえ、今一瞬暴れてたよね、暴れん坊カレンだったよね。もう今ね、確定で次のターン吹っ飛ばされてたんで、いやー助かった、これは救世主、サンキューひじり。いやー、ひじりね、野球マンの中では一番可愛くないと思ってたけど、一番可愛く見えた、うん、その瞬間でしたね。さあ、あとはもう帰るだけと。うえー、ありがとう。いやー、いいよいいよ、いいセカンドだよこれはね。勝負を行くと。あー、でも待って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 、勝った、 OK、 ワンチャン1、2、3、4、5、6、7、それでミートも上がるし、カミッテルさんにも会えるし、パワーも上げられるし、それは総力以外だったらいい気がすんな、落ちんの。せい。総力をマイナス2引いていく、ワンランク、大事に大事にしたのに、まさかの気を能力で、パワー、サンキュー、サンキュー、サンキュー。あー、1、2、3、4、5。あー、ミート B の方がホームラン打ってくれそうな気はするけどね。やっぱね、能力は見栄え重視でいきましょう。ヒーリング動いた。くそ。まあ、いい選手できたんで、これで動画化させましょう。しっかりとね、総力落とすなよと言ったら、それを落としてくれたというのが今日の選手。それでは、名前設定、行ってきましょう。はい、名前設定しました。名前、星537から、コミナくんという名前になりました。いかがだったでしょうか？特殊能力がかく乱だけと、かなりかなり寂しいんですが、それでも基本能力すごく好き。弾道4のミート A パワー S、 圧倒的に打撃もできる。そしてセカンドなので守備も S、 補給も A と、守備の要になると思います。それでは期待してオートペナント回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら、打率3割3分9厘。見事、首位打者のタイトル、取れませんでした。ミート A だったんですけれども、それでも3割3分9厘はよく頑張ってくれて、4番としては179安打。まあ、打席数、打数の差もあったんで、まあ、仕方がないのかなと思います。で、見ていくとね、なんと、42本でホームラン王。そして、138打点で打点王。2冠です。素晴らしいですね。文句なしのね、差だと思います。ということで、コミナくん見ていくと、まあ、得点圏打率高いね。3割7分5厘。あとは、三振数は67個の、フォアボール96個。率で言ったら、まあ、高くはない。まあまあでしょうか。で、盗塁は11個。まあ、総力 D で、かく乱持ってたからかな。11個ね。うん、よく頑張ったんじゃないでしょうか。思った以上に走ってくれてる。で、成功率は7割8分6厘と、かなり高い。猛打賞は18回。あ、これは2番目か。あとの数字はこんな感じで、OPS 1.068。今回、広島は 20.5 ゲームを離されて、最下位。それでも、コミナくん、多くのタイトルをゲットしました。新人王、ベスト9、ゴールデングラブ賞、ホームラン王、打点王、最高出塁の合計6つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ！